吉田拓郎の兄ちゃんが赤くなったっていう曲で、こうやってスリーフィンガーっていいなと、あの曲あたりから、すごくその弾き方に憧れを持っちゃったんだけど、スリーフィンガーは別に吉田拓郎が発明したわけでも何でもなくて、もっと初期からあったんだけども、例えばこれから歌う「遠い世界に5つの赤い風船」もとっくの昔に解散しちゃって、今まあ別のメンバーでも今もやってるんだけど、初期の赤い風船が最初の頃のアルバムで、この曲も入ってるんだけど、その時に中川勇人がちゃんとスリーフィンガーでこれ弾いてるんだよね。その頃は西岡隆がこう鉄板焼き器みたいな、なんていうの、あれビブラフォンとか弾いて、でウッドベースを長野が弾いて、で中川勇人がスリーフィンガー弾いて、結構凝った伴奏してて、だけどもその時のスリーフィンガー、せっかく中川勇人はギターうまいのに、スリーフィンガーがあまり目立ってなかったんだよね。で拓郎の時代になって、拓郎はやたらこのギター一本の弾き方でいろんな奏法をやってみせたわけだよ。アルバムやライブでかなりいろんな奏法をやってみせて、あ、生ギター一本でもこんないろんな弾き方があるんだなってことを見せてくれたので、そこから急にいろんなストローク方法とかスリーフィンガーをもう俺も真似しようと思ったんだけど、でそれ以前のフォーククルセダーズとか5つの赤い風船とかもうちゃんとそれなりの上手い人がギターを弾いてたんだけど、そのギターを前面に押し出すって方法をあまりやってなかったっていうか、拓郎はまあ一人でやってたから、一人でジャンジャンなんかでやってた、ああいうからなんか、ギターを、ギターたらしめたというか、前面に押し出して、相当、何言ってるか話がまとまらないんだけど、せっかくの遠い世界のスリーフィンガーがあまりあの頃は目立ってなかったなと、言いたいことはそれだけなんだけど、
私の国だ、若い力を体に感じて、みんなで歩こう。長い道だが一つの道を、力の限り明日の世界を探しに